通のトマトよりもプチトマト。普通のトマトと比べ、プチトマトは栄養成分が多い。プチトマトの方がリコピンは3倍多い。ビタミン C、ベータカロテン、食物繊維も多いです。ニンニク。ニンニクはみじん切り。管理栄養士のダイエットポイント。トマトのリコピンを効率よく摂る。リコピンの効果、抗酸化作用が高い。生活習慣病の予防、老化防止、美容効果。トマトは生より加熱する。リコピンはトマトの細胞の中に含まれる。加熱で細胞の中からリコピンが出てくる。生で食べるよりも加熱した方が3倍吸収される。トマトは加熱と、さらに油とニンニクとも相性が抜群。作りながら解説します。オリーブオイル。トマトのリコピンは油によく溶ける。油と一緒に食べると吸収しやすい。プチトマト。ニンニク。トマトをニンニクや玉ねぎと一緒に加熱する。するとリコピンを体内で吸収しやすくなる。カゴメの研究で分かっています。お酢の健康効果。富士酢。3分煮込む。酢は最強の調味料。脂肪燃焼、疲労回復、血圧や血糖値の上昇を抑える。お酢には抗糖化作用もある。糖化とは糖とタンパク質が結びつくこと。老化を促進する。 AGE に変わってしまう。肌のシワやシミを防ぐためにもお酢の力を借りましょう。トマトが柔らかくなったら出来上がり。保存は冷蔵1週間が目安です。アレンジ
で玉ねぎとストマトのサラダをご紹介します。ストマト、汁ごと入れる。みじん切りした玉ねぎ、みじん切りしたパセリ、チャンネル登録で応援お願いします。ダイエット情報もお送りしたいので、概要欄から公式 LINE をご登録ください。あなたのダイエットが大逆転できますように。それではありがとうございました。